どうもハッピーダンバラです。帯なぎさです。大輔です。せーの、帯ハピチャンネル、帯ハピちゃんということで始まりました。サタデーモーニングラジオ、帯ハピの YouTube でございますけれども、はい、さあこのメンバーが揃っているということで団長発表お願いします。はい、今回はこちらです。劇団帯第2弾。よいよいよ想像以上にご好評につき、はい、すごいスパンでやってきました。第2弾でございますけども、はい、はい、皆様はね、リスナーさん本当にたくさんの台本をいつもありがとうございます。ありがとうございます。おびはぴでご紹介できなかった部分をこの YouTube でどんどん紹介していこうという劇団帯でございます、うん、はい、声優目指して頑張りますここはあの声優でいいんですよ、もう、うん、あ、そうですね、そっかそっか。そうなるとここがあの研究室みたいになっちゃうね。そうですね、そうです、あの一流声優の手でお願いしたいの で、ね、はい、もう一流の声優さんってことですね。そうです、はい、頑張ります。そもそもなんだけど、このラジオドラマの声のことを声優と言っていいのか、もうちょっとその辺の定義も難しいですけど、まあ、うん、一応あのうちの団長が声優やりてっつうんだ、やってみたいんです。声の幅を広げてみたいなと思って、はい、でそういうね、あの役になってるのかどうか、その辺も踏まえてちょっといただければと思います、はい、それでは団長お願いします。はい、それでは、ラジオドラマの世界にお浸りください。お浸りくださいご自愛ください。大事なお浸りください。浸りましょう。なんて言ったらいいんですか。大宮公園の芝生に寝転びながら仰向けで空を見上げる。左には帯ちゃん、彼女も同じように寝転び軽く目を閉じている。あー、芝生にごろんって気持ちいいね。このまま寝ちゃいそう。そう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 だね。私は帯ちゃんとの距離が近すぎて正直リラックスどころではなかった。すると突然私の顔を覗き込んで帯ちゃん。ねえあたかま、なんでそんな曇った顔してるの。空は曇ってても顔は晴れやかに、心にいつでも青空をだよ。彼女の言葉はいつも私にポジティブをくれる。そんなところが大好きな。そんなことを考えていると自然に頬が緩む。さあちょっと早いけどお昼食べよっか。今日はね、ごま昆布炊き込みご飯のおにぎりとロールサンドだよ。帯ちゃんがバスケットケースに手をかけた瞬間、曇り空から一筋の光が差してきた。このメニューは大好きです。赤い家来カマキリ役担当したハッピーダンバラです。渚役帯渚です。大好きです。 あと今回あの出てきた消え物、うん、炊き込みご飯と、はい、ロールキャベツサンドイッチを作ってくださった大輔さんです、はい、いや皆さんね、ちょっとトライしてみたよっていうのありがたいですね、報告がね。大輔だよりの方でね、たくさんのお話もいただきました。ありがとうございます。今回の台本は赤いけないかまくりさんが考えて送ってくださいました。ありがとうございます。情景がね、思い浮かぶような、うん、そうですね、はい、ちょっと帯ちゃんのアドリブ感もちょっと2回目にして出てきましたからね。ダイオンっていうのを言ってみました。いや、よかったです、よかったです。どうでしょう、声優というふうにね言っていただいたので、いつも見れない一面が見れていい。そうですね、だからちょっといつも帯ハピじゃ絶対に言わないであろう、あ、うんうん、なんかセリフとか、そういうの言いたいです、うん、なんかもう本当にちょっとふざけんなよみたいな、いいですね、すっごい怒ってるわ、言いたい言いたい、見てみたいです。早くシャワー見てきてよみたいな、あ、いい加減にしなさいみたいな、いいですね。ごめんなさい、もう今2人が適当に言ったこと世界が見えなすぎる。だからそういう言葉を軸にじゃないですけど、まあ、世界観ちゃんと作ってもらえると、はい、まあ、あのはっきり言いますけど一番はオンエアですからね。ここで やってもらったイエイじゃないんですよね。オンエアに乗らなかったやつを紹介させていただく。たくさん送ってくださった方
の方の中から本当にオンエアって一人の方しかね、はい、読むことができないので、うん、ぜひ他の方々のはこちらでどんどんご紹介していきたいなと。団長、はいはい、読むじゃないです、演じる。そうですね、お二人いただいて待てましたお二人いただきありがとうございます。使っちゃいます、ね、使ってからの OB ハッピーですからね。あの辺のパワーが最強で、本当ね、あの週末天気悪い日が続いたんですけど、やっぱ11時過ぎから晴れてくるってところは、ね、やっぱりあの空も浸ってるという本当に分かってますね。いや素晴らしいと思いますので、そんなラジオドラマを楽しめる OB ハッピーは、ね、毎週土曜日朝8時からお昼12時まで4時間生放送です。 OB ハッピー、今後もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。といったところでお時間です。サタデーモーニングラジオオビハピの YouTube オビハピチャンネル、オビハピちゃん、またオビナギサファーストプチアルバムサタデーモーニング好評発売中。いやいいですね、お一人ください、いいですよ。じゃあ面白い、ね、いやぬかもね、うん、今ハマってることだし、漬物感もあるね。いやお一人ください、最高ですよ。